ございます。翼です。今日は、東京での、アルバイトでのお仕事のある日、一日を、お届けしていきたいと思います。だいたい5時過ぎとかに起きてるんですけど、まあ朝はこんな感じで早起きスタートっていう感じです。そういうことでやっていきます。はい、ということでですね、まあ、僕が主に東京でやってるお仕事なんですけども、東京で僕がやってるお仕事は配送業ですね。ルート配送みたいな仕事やってます。もう運転する仕事をやっています。東京の会社に勤めているんですけど、まあ5、6個ぐらいコースがあって、でまあ大体その1つのコースにつき、まあ5個ぐらい回っていって、まあ帰るみたいな、そんな感じですね。都内もあるし、まあ埼玉とか千葉とかも行ったりするって感じですね。まあ首都高とか乗ったりします。時間帯はまあ朝6時半とか7時ぐらいで、まあ荷物の準備して、まあ、7時過ぎに出てって感じで、まあ非常に朝は早いかなと思うんですけど、僕早起き得意なんで、そこは別にあんま苦じゃないっていうか、まあちょっと眠いぐらいって感じなんですけど、そんで帰ってまあ3時とか3時過ぎぐらいに終わりって感じですかね。まあその分まあ8時間ぐらいですけど、まあ終わりの時間は早いっていう感じですかね。これはほとんどもう一人で回る感じなので、まあ気楽に、メンタル的にはすごい気楽にっていう感じですかね。まあたまに一つコースだけ二人で回ったりするんですけど、まあそれ以外は基本一人で回るって感じですかね。まあ、安全運転でやってます。死なないように一生懸命頑張ってやってます。はい、まあそんな感じでやってます。はい、
でご飯食べた後は、まあ、大体、まあ、7時から9時とかぐらいの間になると思うんですけど、その時間帯とかで、YouTube ショートとかインスタとか Twitter とか投稿とか、まあ、その SNS 関連の、まあ、なんかこう編集とか、 なんか投稿をしたりとかっていう作業と、まあ、あと、まあ、なんかいろんな動画見たりっていう時間にしてます。はい、まあ、そんな感じで、まあ、僕の一日が撮影とかあのオーディションとか何もない日、バイトの日はこういう風に終わるという感じです。はい、まあ、大体9時とか10時とかには寝て、またあの明日もね、こう早かったらあのたくさん寝れるように、5時間以上、1時間未満ぐらい、まあ、6時間ぐらい寝れればベストなのかな、まあ、それぐらいを目安にあの睡眠をとっています。はい、最後までご視聴してくれた方ありがとうございます。ここ直近の、まあ、ご報告としては、もう2023年年が明けて、まあ、今こう4月にまでなってきてるけど、事務所にね、マネージャーさんにね、あの昨年以上にあのオーディションを受けたいっていう話をこう伝えて、昨年の2倍くれって言ったんですよ、オーディションなんですけど、あの現状あのオーディション解除に行ったっていうのが未だゼロです。年明けてからはこういろいろね、同時進行で頑張っていくよっていうことをね、こうお話しし合った中で、まあ、いろいろやっているんですけど、キャストに選ばれたくてオーディションに行きたいなっていう気持ちはあるんですけど、まあ、なかなか行けてない状態です。あとはこうレギュラーでドラマの撮影には参加したっていう感じなんですけど、 SNS、まあ、主に YouTube ショーツをちょっと今頑張ってやってるって感じなんですけど、まあ、4月からはこうしっかり YouTube にも向き合って頑張っていければなと思います。なので出演報告等とかはあのインスタグラムを中心にやっていくんで、あのインスタグラムだけでもフォローよろしくお願いします。あとは Twitter もフォローしてくれると嬉しいです。まあ、とにかくあの SNS でしっかりこうまずは数字もあの伸ばしていって、タレント性を上げれるように頑張っていきます。本当にまだまだ先が長いと思いますが、少しずつ成長できるように頑張っていきたいと思います。ということで、おやすみなさい。ありがとうございました。